皆さん、こんにちは。よしえです。お元気ですか？今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今、ここのパラグアイは冬なんですよ。だからすごく今寒いです。この1週間ぐらいとても寒い日が続いています。日本と季節が逆なので、日本はだんだん暖かく暑くなってきていますよね。パラグアイは実はすごく寒い季節っていうのが1ヶ月とか、まあ、何週間かくらいしかないので、あんまり暖かい服を持ってないんですよ。これ今セーター着てるんですけど、セーターが本当2着とか2着、3着くらいしかなくて、毎日何着ようって思いながら生活してるんですが、まあ、あとちょっと我慢したらまた暑くなるしなぁと思って、なかなかあったかい服を買わずにいます。はい。今日はね、何の話をするかというと、言語学習を始めたきっかけについてです。今このビデオを見てくれている皆さんは日本語を勉強している人たちだと思います。一番最初に日本語を勉強しようと思ったきっかけは何ですか？きっかけっていうのは、理由、何が理由で日本語を勉強しようと思いましたか？一番私が聞いたことがある理由は、アニメですよね。やっぱり世界中でとても愛されているアニメがたくさんあって、それで日本語を勉強して日本に行ってみたいって思う人が多いのかなって思っています。あとは、そうですね、日本で働くために日本語を勉強している人だったり、たまにコメントでもらうのが、日本に旅行したいので日本語を勉強していますっていう人もいますよね。とってもすごいなって思います。日本語って日本以外で話せる国がないのに、旅行する、まあ旅行って言ったら1週間とか2週間とかくらいなのかな。それぐらいの短い期間のために日本語を勉強するなんてすごいなって、すごいなって思います。嬉しいですね。はい。まあ、いろんなね、きっかけがあって、皆さんこうして勉強しているかなと思うんですが、私はね、今、英語とスペイン語の勉強をしています。今日は私がどうして英語を勉強しようって思ったかっていうきっかけについて、エピソードを紹介しようと思います。まあご存知の通り、日本は学校で英語を勉強します。今は小学生も英語を勉強しているんですが、私が小さい時は中学校から英語の授業が始まりました。で、まあ教科としてはね、テストの勉強としては、中学校も高校も、まあ割と、得意な教科で、テストの点とかは良かったですね。で、まあでも今日はそのテストの話ではなくて、自分がこう、英語をちゃんと話せるようになりたいなって思ったきっかけなんですが、はい。ある時ね、私は、塾で勉強をしていました。英語の塾に通っていて、
大学入試でテストがあるので、その大学に入学するために毎日英語の勉強を頑張っていました。勉強している時にちょっとお腹が空いたので、塾の近くのコンビニにおにぎりとかお菓子とか何か買いに行こうかなと思って入ってかけました。そしたら、私がコンビニの中で何買おうかなと思っていろいろ見ていると、顔は見てないんですけど、背の高い男性の外国人が私に話しかけてきました。なんて言われたかは具体的に覚えていないんですが、多分何かがどこにありますかみたいな、探している商品が多分あったみたいで、どこにあるか知ってますかみたいな感じで聞いてきました。その時の私はもう全くその喋る英語っていうのは知らなくて、なんなら外国人に会ったのも初めてに近いですね。すごくね、田舎だったので外国人は基本的にそんなに多くもなくて、で高校生だったので、そういう、外国人に会うシチュエーションっていうのがなかったんですよね。なのですっごくびっくりしちゃって、話しかけられたけど、もうどうしたらいいんだろうみたいな感じになってしまって、この私が返した言葉はすごくはっきり覚えていて、Sorry, I don't know! って言って、もう心臓がドキドキして、もうすぐ何も買わずにコンビニを出たのを覚えています。今思い返すと、すごく、なんかその外国人の方に失礼な態度を取ったなと思います。何を探しているかが聞き取れなかったら、聞き返したり、ね、自分が英語で話さなくても、一緒に商品を探してあげたり、店員さんに、ね、手伝ってもらって、その人を助けてあげることができたはずなのに、それをね、しなかったんですよ。で、もうずっとそのことが自分の心の中に、こう、なんか、ああ、できなかったっていう後悔がね、ずっと残っていて、それが私が英語を話せるようになりたいって思った理由、きっかけだったんですよ。それで、もうずっとそのことは覚えていて、大学に入ってからも英語の勉強はずっと続けました。はい。まあそんなネイティブみたいには全然喋れないんですけど、まあ英語は今でもね、大好きで、YouTube でビデオ見たりしてます。はい。どうですか？なかなか結構ね、私にはもう十何年も前の話だけど、忘れられない、思い出ですね。はい。今日はこんな感じで、私の英語を勉強するきっかけについてシェアしてみました。皆さんはどういうきっかけで日本語を勉強していますか？どんなきっかけでもね、いいと思うんです。今、日本語を皆さんが楽しんで勉強してくれていたら、私はすごく嬉しいです。はい。では、この動画がいいねと思った方は、チャンネル登録と高評価と、あとはインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。